ユーリ、こら、ユーリ、起きろ。ああ、もう勘弁してよ、ボルフラム。ダメだ、さっさと起きて、湯戸の上行ってこい。すぐに身支度だ。朝っぱらから風呂？つかさ、なんでお前今日に限ってそんなに元気なわけ？説明は後だ！早く起きろ！もうなんだよ、まだ眠いっつの。ハッピーバースデー、ユーリ。こんなと、いきなり耳元で囁くのやめてくんない？失礼、陛下。でも三番鳥ももう泣きました。どうしても起きられないっていうならこのまま抱っこして運んじゃいますよ。いや大丈夫、起きた、今起きました。だからお姫様抱っこは勘弁。おや、残念。あのね、ユーリ。ああ、わかった、今行く。ギュンターの解説によれば、今日は記念すべき第1回総国魔王の日で、どうやらこれが新魔国における俺渋谷優里の誕生日ってことらしい。しかも午後からは盛大なバースデーパーティーを開いてくれちゃうんだってさ。まあ数日前からなんか準備してるなぁと気づいてはいたんだけど、本当ありがたいことです。よし、よく似合ってるぞ優里。まあ最初だけ正式にしておけば間違いはないだろう。そうそう、後半無礼講になったら上着も脱いじゃっていいですからね。マジ助かった。こっちは日本より涼しいけど、やっぱ夏にマントは厳しいもんな。あれ、ヨザク。お着替え中にすんません、坊ちゃん。ちょっと隊長、閣下がお呼びですよ。グエンが、わかった、すぐ行く。では陛下、また後で。うん。さて、俺はウェーラー卿の交代要員ってことでここにいさせてもらいますね。どうぞどうぞ、くつろいじゃって。あれ、そういやこっちの世界って誕生日の概念が薄いんだっけ？そうですよ坊ちゃん、こっちっていうか特に魔族がね。ほら、人間と違って肉体的な成長が緩やかでしょ。1年やそこらじゃ外見もそう変わらないし。成人年齢の16歳を祝ったりはするが、誕生日というものにはあまりこだわらないな。お前もそうだろ、グリエ。そうですね、俺みたいな人間の血を引く魔族は新魔国の外で育つことが多いんで、成長の遅さを周囲に気づかれるのが怖いってのもあって、誕生日をお祝いする感覚はないんですよね。まあそっか、そうだったな、ごめん。まあ俺の場合、最初から自分の誕生日なんざ知らないんですけどね。閣下なんかはチェリ様が在位中にお生まれのはずだから、調べれば公式な記録に残ってるでしょう。まあな、しかしこれくらいの年になると誕生の日付を覚えておくのが面倒で。うわぁ、ボルフやばいって。それっていわゆる僕…違う！もともとこちらでは自分の生まれは季節や月で記憶しておくものなんだ。あ、そうなの？そうだ。ちなみに僕は春生まれで、グエンダル兄上は確か冬にお生まれだったはず。ああ、なんかそんな感じ。あ、じゃあさ、コンラッドはいつ生まれ？あいつは夏を乗り切って強い子に育つから7月生まれは祝福される。え、ヨザクなんでそれ知ってんの？知ってるって、坊ちゃんこそどうしてご存知なんですか？だってそれコンラッドがうちのお袋に言った。いや、言ったのはウェラー卿のお父上。息子を連れ回して旅をするお方でね、体調と年が近いこともあって俺もよくしてもらいました。今ふと思い出したんです。そういや時々息子に向かってそんなこと言ってたなぁと。だから多分体調も夏の第二の月の生まれなんじゃないかってね。え、そうなの？そうかもな、実際あいつは夏の生まれだ。そうなんだ。わぁ、だとしたら今初めて知る衝撃の事実。いや、お揃いなのは嬉しいんだけどさ。なんだと？ユーリは揃っていると嬉しいのか？それなら僕も夏生まれが良かった。あ、いや待て、そんな強引な。とにかくわかった、
ボルフの誕生日については今年はもう過ぎちゃったみたいだから来年、お返しは来年の春にちゃんとするからさ。とりあえずそれまで保留な。別にお返しとやらは必要ないぞ。どうせその頃は名実ともに伴侶だろうし。何勝手に決めてるんだよ。あれ、ずいぶん早いご結婚ですね。いや、しません、しませんから。まだ、うん、まだ。じゃあいつするんだ。坊ちゃん、何事もけじめは大切ですよ。その通りだ。いや、だからそうじゃなくて。そろそろ祝宴が始まりますよ。何泣いてるんですか、陛下。あは、いいところに名付け親。ああ、そういえばあんたも7月生まれって本当？え、どうして急にそんな話に？誕生日の話をしてたんだよ。そしたらヨザックが貴重な情報を。ヨザック。睨むなよ。俺はあんたの父上の話をしただけだって。あ、それで真相はどうなの？俺にとっての7月はあなたの生まれた月ですよ。そしてあんたが名付け親になった月。その通り。はあ、結局コンラッドの誕生日は分からずじまいか。そんなもの知ったところで何の役にも立ちませんよ。俺にとってはお役立ち情報なんだってば。うん。だから今年こそはコンラッドの誕生祝いもしたかったんだ。その気持ちだけで十分すぎるくらい嬉しいですよ。言うと思ったけどさ、誕生日って言ったら地球の感覚じゃベストオブ記念日って感じだろ。名付け親の誕生日くらい把握しときたかったのに。まあいいじゃないですか。この人にしてみれば自分の誕生日よりも坊ちゃんの誕生日のが何倍も大事なんだからね、隊長。ああ、もちろん。いや、そんな大真面目にうなずかれるとこっちが恥ずかしいんですけど。でも真面目な気持ちですよ。ユーリの誕生日は俺の人生で一番大切な記念日だから。コンラッド。へー、暑い暑い。あー、いいこと考えた。あ、びっくりした。どうした、いきなり。いや、この際だからこうしたらどうです。え、なになに。陛下、坊ちゃんの誕生日を隊長の誕生日にしちゃえば。は？お前、いくらなんでもそれは強引だろ。そんなことはないぜ。坊ちゃんが生まれた日はあんたが名付け親になった日なんだから、名付け親としてのウェラー卿の誕生日ってことだろ。ほーら、誕生日問題万事解決。なるほど、それ結構明暗でしょ、でしょ。よし、じゃあ今年から俺の誕生日はコンラッドのゴッドファーザーバースデーな。本気ですか？なんだよ、嫌なの？あ、いや別にそんなことは。なら決定。うわー、隊長羨ましい。あのな、あ、いや、その光栄です、ユーリ。どういたしまして。では改めてあなたが生まれてきてくれたことに感謝します。ユーリは俺の生きがいですからね。いつまでも元気でいてください。なんだよそれ、敬老の日のおじいちゃんかよ。いつも笑顔でいてくださいってことですよ。そうだな、コンランドがいつもそばにいて俺のこと助けてくれたらニッコニコで王様やってられると思うけど。はい、善処します。ああ、ヨザックもね。しょぼーん、なんか今俺ものすそいつけたしっぽく言われた。そんなことないって、頼りにしてるぜ、腕利きお庭番。はいはい、せいぜい長生きしますですよ。さ、ユーリ、本当にもう行かないと。あー、やっべ。あ、コンラッド。夜分にすみません、起きていらっしゃるようですね。ウェラー卿、何しに来た。睨むなよ、ボルフラム。いや、夜更かしの話し声が聞こえてきたのでちょっと覗いてみようかなと。ああ、そうだ、ここ座って。コンラッド、じゃあ失礼して。あ、ちょっと渋谷、窓見てよ。はあ、もう空が明るくなり始めてるな。うん、
結局喋り倒して夜明かししちゃったね。ボルフラム寝ちゃってる。かなり前から眠くて頭グラングランしてましたからね。ああ、ボンビーレフェルト卿って寝てると本当天使だね。うわ、気持ち。まあ黙ってればな。魔族に天使って比喩は正しいのかどうかちょっと疑問だけど。改めてお誕生日おめでとうございます、魔王陛下。コンラッド、おめでとう、ユーリ。ありがとう。渋谷、おめでとう。地球戻ったら何かおごるよ。それか夏休みの宿題手伝おうか。あ、やばい、宿題以前に補習があるんだった。ま、もう少しのんびりしていってください。で、今はとりあえず。はい、二人とも寝て寝て。ん？うお。はい、徹夜お疲れ様でした。今日は政務もありませんから、ゆっくり朝寝坊してください。布団ふかふか。朝寝坊っつうか、昼寝か夕方まで寝ちゃいそう。急に睡魔が。どうぞお好きなだけ。うん。あ、コンラッドも一緒に寝ようぜ。ここに？定員オーバーが。大丈夫だって、俺のベッドスーパーキングサイズだもん。ほら寝て寝て。おっと。じゃあお言葉に甘えて、おやすみなさい、ユーリ。うん、おやすみ。